MBC では今月25日までを国連が定めた持続可能な開発目標 SDGs について考える SDGs ウィークとして、さまざまな番組で特集をお送りしています。明日の海の日にちなみまして、14番目の目標、海の豊かさを守ろうについて考えます。海の環境悪化につながるペットボトルなどのプラスチックごみ、それを減らそうと飲み物を入れて持ち歩くマイボトルを後押しする取り組みが広がっています。久保記者の取材です。海にあるごみというのはですね、海に向かって投げたごみではなくてですね、主に陸域から川を通じて流れ出るものが多いんですよね。風に飛んでいったり、ゴミ箱から溢れてしまったゴミが側溝に流れ、川に流れて海に行ったりっていうふうに、陸域から漏れ出ているものが海のゴミなんですよね。海岸で頻繁に目にする流れ着いたゴミ、特に多いプラスチックゴミは紫外線などで劣化すると5ミリ以下の小さな破片、いわゆるマイクロプラスチックとなって海などに広がり、生き物などに悪影響を及ぼすと言われています。こうしたゴミは海に直接捨てなくても結果的に海に流れ出したものが多く、そもそも陸上で捨てる量を減らすことが大切だといいます。これらを減らすには、まずはその陸域で我々が使っているプラスチックを減らさないと。特にプラスチックごみの中でも目立つペットボトルを減らそうと、繰り返し使えるマイボトルに飲み物を入れて持ち運ぶ取り組みが広がっています。しかし夏場は、夏場とかってそれで足ります？正直足りないですね。足りないです。そういう時どうしますか？買います。夏は飲み物の量が足りなくなってしまいがちなマイボトル、しかしそのような場合に役立つ場所が県内にも増えているんです。こちらはマイボトルに無料で給水ができる場所なんです。 JR 鹿児島中央駅東口に今年4月にオープンした観光案内所、鹿児島市水道局が環境に配慮するとともに水道水の美味しさを PR しようと設置した給水器があり、無料で利用できます。こうした取り組みは店でも。鹿児島市の無印良品マルヤガーデンズ鹿児島では、冷水、常温の2種類の水を無料で提供しています。使い捨てではなくて、できるだけ使い回しができるようなものということで、一応利用させていただいてます。街中にこういうのはね、いいですね。いいですよね。ちょこちょこやっぱり水分取るのは大事なのでと思って。プラスチックごみ削減の一環として給水器を無印良品一部の店舗で設置させていただいております。天文館周辺で働いている方、あとは年配の方とか、学生さんにもたくさんの方に使っていただいております。店ではマイボトルで水以外のものを飲みたい人のために、水に溶ける紅茶やジャスミン茶の粉末なども販売しています。さらにこんな取り組みも。こちらのお茶屋さんではマイボトルを持参すれば、急須で入れたお茶をこのマイボトルに入れていただくこともできるんです。ではよろしくお願いします。鹿児島市中町の店ではマイボトルへのお茶の提供を 5,6 年前から有料で行っています。エコなだけでなく香り高い本格的なお茶を楽しめると人気です。テイクアップ用のお茶もあるんですけれども、それとはまた違いまして、私どもの販売員が急須を使って、ホットでもアイスでも、お茶葉を使って美味しく香り高いお茶を入れますので、ぜひご利用いただければと思います。じわり広がるマイボトルの利用とそれを支える取り組み、プラスチックごみを減らして海の環境を守っていく第一歩となるかもしれません。